yeah, it's fantastic.2012年、明けましておめでとうございます。漫画家の井上サンタです。今年はですね、漫画家としてはですね、長年やってきたオーリーでやってきた、東京トライブ3がですね、今月で最終回を迎えるんですよね。ほいで2月に単行本が出まして、でまたバーズの方でやってたダンダバーバリアンという原始人の漫画がですね、3月に単行本が出て完結なんですね。それでまあ、一区切りつくっていう感じで、また新連載をね起こさなきゃいけないなと思ってるんですけどね。さて、恒例の、サンタスティック新年初売りっていうことでしてね、今日は2010年1月3日なんですけどもね、また皆さんがね寒い中並んでいただいてね嬉しいですね。やっぱね面白いことなんか言えないね。じゃあよろしくお願いします。今年は声張っていこうと思ったけどね、できないね。何時くらいからいらっしゃったんですか？昨日の8時。8時なんですか。僕ちょうど7時くらいに、ね、一回来たんですけどね。もう早い時間からありがとうございます。じゃあ、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんご一緒で。ありがとうございます。何ヶ月なんですか？わあ、かわいい。マリモの気持ちって見たことある？あ、分かんない。ないでしょ。マリモに犬が出てくるんだけどさ、犬が喋れるんだよ。知らないでしょ。分かんないです全然。それつぶやこうかと思ったの、マリモの犬がつぶやくって、はい、そしたら家の人にさ、みんな知ってるからやめろって言われてさ、はい、知らない人知らないよね。福君と、はい、なんだっけ、マナちゃん、マナちゃんがさ、はい、双子でさ、はい、阿部サダヲがなんかお父さんじゃないんだけどね、はい、二人お父さん死んじゃってるからさ、はい、面倒見てんだけどさ、犬がいるんだよ。マリモってのは阿部サダヲらしいんだけどさ、はいはい、犬が喋んだよね、びっくりしちゃってさ。そんだけだけど。でもあれじゃないですか、うん、マルモじゃないですか。やばいな、もう一回撮ろうか。